次はショコラ。はい、顎引いて。ショコラ125センチ。ショコラ125センチと。バニラは123センチね。バニラは123センチと。ショコラもバニラも順調に成長しているようで何よりです。ねえねえしぐれちゃん、どうして背を測ったり体重測ったりするの？月に一度の健康管理ですよ。体調を把握しておくのも猫の飼い主としての大事な務めですからね。おお、なんだかんだいろいろ片付けない、感謝。けど2匹とも大きくなったよね。だよね、うちに来た時はこんなにちっちゃかったのに。そんなわけないでしょう。ま、ビクビクおどおどで気持ちもそんくらいだったけどな。おはようございます。マス、おはよう。おはよう。おはよう。おはようございます。おはようございます。ショコラ、バニラ、昨夜はちゃんと眠れましたか？あ、はい、寝れました。前よりは。おい、ショコバニン、おめえらの席はここだ。こっち来て座れや。ショコラとバニラは朝の飲み物はミルクでいいですか？はい、ミルク好きです。私もミルク大丈夫。はい。はい。ショコラもバニラももううちの子なのですから、そんなに緊張しなくていいのですよ。その、まあまだ来たばかりだもんね。すぐ慣れるから大丈夫だよ。みんな優しいから。花から人見知りしなかったなっつのが珍しいんだよ。シナモンも最初はひどかったしね。私がいなかったらどうなっていたか。そうだね、めいちゃんのおかげだったよ。ま、今日からここがお前らの縄張りみてえなもんだ。縄張り、遠慮することはね、自由にやれや。いちいちうるせえこと言うやつもいるけどな。はあ、なんでそこで私のこと見るわけ？勝手に私のシャンプー使うのはとか、そのタオル私のとか、うるせえこと言うだろ。それは何と言ってもあんたが分かんないからでしょ。すまん、できるだけ気をつける。大丈夫だよ、アズニャンとメイちゃんはいつもあんな感じだから。そんな怖がらなくていいよ。あずきお姉ちゃん口は悪いけど悪い猫じゃないからね。おい、口が悪いは余計だ。みんな、ショコラとバニラのこと頼みますよ。うん、ショコラもバニラもわからないことがあったらちゃんと聞くのですよ。さっきも言いましたが、もう2匹ともうちの家族なのですから。うちの家族。おーい、みんな、朝飯できたから運んでくれ。さあさあ、まずは朝ごはんにしましょう。兄様の料理は世界一美味しいですからね。いただきます。いただきます。いただきます。うわー、朝はやっぱり米だよな。米、ほんとお兄ちゃんの朝ごはん美味しいよね。じゃないわね、米粒飛ばさないで食べなさいよ。あー、シナモン醤油取って。醤油、めいちゃんの前に置いてありますよ。ショコラ、バニラ、二人ともお箸使って。お箸うまく使えない。お箸難しい。ショコラ、バニラ、慣れないうちはこれでいいぞ。
ほら。お箸はまだちょっと難しいわよね。あとこれもね。これから少しずつ一緒に練習しましょうね。はい。わかった。練習する。こんなもんかな。お、って、もう1時回ってたか。とっとと片付けて寝ないと。ショコラ、泣かないで。大丈夫だから。バニラだって。大丈夫。ショコラ？バニラ？カショウさん、ごめんなさい。これはその、どうした、どこか痛いのか。その痛いとかじゃなくて、違うの。この間みたいな病気じゃなくて。焦らなくていい、ゆっくりでいいよ。そのよくわからないけど、寂しくて、みんなが家族って言ってくれても、また誰もいなくなっちゃうんじゃないかって。大丈夫だよ、もう何も怖くないからな。ショコラもバニラもうちの家族だ。だから安心していいんだよ。すごくいい匂いがします。え？それに手が温かい、不思議。そうか、自分じゃよくわからないけど、風の時もすごく暖かくて、さっきまで泣いちゃうくらい寂しかったのに、今は全然怖くないの。不思議。そっか、こんな手でも役に立ってるなら嬉しいよ。あの、カショさん。ん？なんだ？ご主人様って呼んでもいいですか？私もご主人って呼びたい。ご主人様って、家族なんだからそんな呼び方しなくてもいいんだぞ。違います、そうじゃなくて、私たちは猫だから。大好きな人はご主人様なんです。だから私たちのご主人になってくれる？ショコラ、バニラ、ああ、俺でいいなら喜んで。はい、ショコラのご主人様はご主人様がいいです。私も、私のご主人はご主人がいい。あ、わかったよ。じゃあ改めてこれからもよろしくな。いやー、ごめんなさい。本当申し訳ない。子猫なんだから謝らなくていいって言ってるだろ。だからもう泣くなってば。違うんです、本当に違うんです。いつもこんなことはないんです。深く、本当に深く。ショコラもバニラも子猫らしいですね。兄様の添い寝で安心して気が緩んだんでしょうね。それなら逆にいいんだけどな。おお、なんだか久しぶりの絵面だな。ブルメイのやつがなかなかウデション止まんなかったの思い出すわ。いつの話してんのよ。やめてよ、その昔の話。ココナッツだって未だにおねしょしてるじゃない。してないよ、僕もう子猫じゃないし、もう1ヶ月くらいしてないもん。ショコラちゃん、バニラちゃん、嬉しい時はおねしょしちゃっても仕方ないんですよ。子猫のうちはそういうこともあるんですから。嬉しい時は仕方ないの？ひなまも嬉しい時を漏らしちゃうの？そうだね、そうかな。その私は漏らしちゃうっていうか、漏れちゃうっていうか、嬉しい時はそのいろいろと仕方ないっていうか。わかった、じゃあショコラもっとウレションするね。ねえ、バニラも一緒にいっぱいウレションしようね。きっとそうじゃないと思う。それに一緒にいっぱいおねしょしてたらご主人が大変。でもだよ、ショコラたちが嬉しかったら
ご主人様もきっと嬉しいよ。なんてこともあったよな。あ、あれは忌まわしき記憶。そんなに恥ずかしがることないわ。小さい頃には誰にだってあることですよ。そういや、しぐれはなかなかおねしょ止まらなかったな。違いますよ。あれは別におねしょではなくて、あれはうれしょ。私もうれしょんですから。いいざまに時間が経っていくな。ショコラたちがご主人様の猫になってから2ヶ月経ちました。私たちが子猫でいる時期は短い。だからもっと遊んでくれてもいいと思う。いつも遊んでるだろうが。ずれ、ご主人様、ショコラも。はい。あれですよね、12月後半の一大イベントといえばクリスマス。そう、クリスマスですわ兄様。世間は猫も杓子もクリスマス、聖なる日です。クリスマスって何？大切な人と過ごす聖なる夜のことです。大切な人って恋人とか？そうですね、確かに世間一般では恋人と過ごしたりしますね。あ、ちなみにですが、その兄様のご予定は？特にないけど。まあ、これは偶然。私も聖夜を過ごす相手などいませんし。あ、いえ、家族水入らずで過ごしましょう。クリスマスには何をするの？そうだな、部屋をきれいに飾り付けて、ごちそう作ってパーティーを。ごちそう？あと、いい子にしてるとサンタっていう人がプレゼントをくれるんだよ。ショコラもバニラもいい子だからきっともらえるんじゃないか。プレゼント、プレゼントだってバニラ。そんな奇特な人がいるんだね。世界は広い。ショコラとバニラは何が欲しい？ショコラはおもちゃ、おもちゃが欲しいです。なんかこう、にゃにゃにゃーってなっちゃうようなやつ。私は絵本が欲しい。動物とかいっぱい乗ってるやつ。そうか、じゃあサンタさんにそうお願いしとくな。おお、やっぱりご主人様はサンタさんとお友達なんですね。さすが私のご主人、やりおる。けどいい子にしてなくちゃ来てくれないぞ。ショコラ、いい子だから大丈夫です。私もこれ以上ないくらいいい子だから大丈夫。そうだな、お前らなら大丈夫だ。2匹ともショコラとバニラがちゃんといい子にしてたからだな。はい、ショコラはこのおもちゃ一生大事にします。私もこの絵本一生大事にする。欲しかった大きいぬいぐるみ、嬉しいな。毎日抱いて寝るんだ。にゃー。私はスキンケア用のコスメセットだったよ。ボディケアクリームでもっとおっぱいに磨きをかけられるな。嬉しい。ロイヤルウェッジのティーセットなんて贅沢。あずきは？うん？私は髪留めだ。最近髪も伸びてきたしちょうどいいや。あとで小翔としぐれに礼言わねえと。さすがに年長組はサンタじゃごまかせないか。そうですね、でもちゃんと喜んでくれて嬉しいです。ショコラもバニラもココナツもいつバレるかな。さあ、猫の成長は早いですからね。
でもひとまずは今夜のパーティーですね。だな。はい、みんなグラスは持ちましたね。はい、いつでもいいぜ。うん、それじゃあみんなで一緒にメリークリスマス。ごちそう。もうなんていうかすごい半端ない。うちでこんなの初めてじゃねえか。クリパってすげえな。これ全部食べていいの？ああもちろん。うん、おいしい。見て見て、めいちゃん、カシオさんのケーキすっごいよ。みんな本当にいい顔してますね。兄様が腕を振るってくださったおかげです。ご主人様、ご主人様、ケーキもお肉もサラダもスープも本当に美味しいです。これ全部本当にご主人が作ったの？ああそうだよ。ご主人本当に天才だと思う。最高の褒め言葉をありがとな。本当の本当に美味しいよ。僕毎日クリスマスでもいいってくらい。毎日こんな料理作ってたらカシオが死ぬでしょうが。ま、その気持ちはわからないでもないけど。じゃあこれからは毎年クリスマスパーティーしましょうと猫たちが言ってますが、いかがでしょうか兄様。そうだな、せっかくだし毎年の恒例行事にしようか。来年もいい子にしてサンタに会ってお礼を言うことにする。じゃあ今年は俺からお礼を言っておくからな。あ、ご主人様。ん？今外に何か。外？雪？これ雪って言うんですか？寒さを忘れる美しさ。雪すごい、ほんとすごい。すっごいロマンチックで素敵すぎるよ。天気予報では何も言ってませんでしたが、雪が降るなんて本当に素敵ですね兄様。ああ神様も粋な計らいをしてくれるな。ねえご主人様。どうした？ショコラ、バニラ。うん、ご主人にずっと言いたいことがあった。言いたいこと？タイミングがなくてなかなか言えなかったけど。ショコラたちをご主人様の家族にしてくれてありがとうございました。ショコラ、ご主人様の猫になれてすっごく幸せです。私もご主人の猫になれてすごく幸せ。ショコラ、バニラ、俺の方こそうちに来てくれてありがとうな。来年も再来年もその次の年もずっとずっと一緒にクリスマスを過ごしましょうね。ご主人とショコラとみんなとこれからずっと一緒にクリスマスパーティーしたいと思う。ああそうだな、来年もまたみんなでパーティーしような。来年はどんなごちそう出てくるかな。鬼が笑うぜ。来年は食べ過ぎに注意しなきゃね。やだ、私めいちゃんの半分も食べてないよ。刺身何キロ食べたのよ。